これらが大丈夫な方はご視聴ください。オープニングくらい作れ。よう、タクスタン。ディーゼルさん、どうしたんです？クリスマスって24日か25日どっちだ？ほら、ケーキ食ってどんちゃん騒ぎするやつだ。ああ、イブのことですね。24日の夜ですよ。そうか、あと1週間あるってことだな。ディーゼルさん、どこに行くんですか？タクストン、ちょっとやることができたから俺の仕事やっといてくれよ。それは困りますって。じゃあな。なあ、ディーゼルの考えてることってまさか。ああ、おそらく。さて、この厄介な貨車どもを動かさなくちゃな。どこへって？ここからあそこだよ。そしてまたあそこからここへさ。やめてください。貨車、貨車、ボロボロが一時停止だよ。よし、次は飾り付けだな。よし、飾り付けはこんな感じでいいだろう。最後はトーマスたちに招待状を書くだけだな。とりあえず何枚か完成したし、あとは招待状を入れた郵便貨車をパーシーに届けるか。あ、ハリーとバート、ちょうどいいところに来たな。頼みがあるんだが、この郵便貨車をパーシーに届けに行ってくれよ。どうしたんだよ、黙り込んで。ディーゼル、お前クリスマスパーティーするつもりだな。ああ、バレたか。お前らには黙っててびっくりさせようと思ったのにな。それはいいんだが。ディーゼル、俺らはな、お前が柄にもないクリスマスパーティーをやろうと、蒸気機関車たちと仲良くしようと、そんなことに口出しする気はないぞ。しかしだ、この鉄道に所属してからのお前は、何か道を踏み外してるような気がするんだ。ディーゼル、頼むからお前以前のディーゼルに戻ってくれないか？俺たちと共に蒸気機関車を罵倒したあの姿をなくして、お前の意地悪さはどこにあるんだ？ハリー、バート。臭い蒸気機関車をスクラップにしようとした気はどこへ行った？やめろ。ディーゼル、スクラップ以外何もいらん。ディーゼル機関車を革命化させると誓ったディーゼルはどこへ行ってしまったんだ？うるせえんだよ。さっさと郵便貨車を届けに行きやがれ。ち、何がクリスマスだ。いいだろう、その貨車をパーシーに届けに行ってやる。ふん、初めからそうしろよ。ねえねえ、京王急線ケイちゃん、クリスマスの日に何か予定ある？ん？特に予定ないけど、もしその日空いてたら二人でクリスマス会しない？あ、いいね、急線系同士でやりたいと思ったのよね。じゃ、決まりね。仕事が終わったらメッセージ入れとくね。はい、よし、今日で仕事終わったから機関庫に帰ろうかな。あれ、君はハリーかバート？俺はハリーだ。何か用でもあるのかい？お前に郵便貨車を届けに来たんだ。ディーゼルが夜クリスマスパーティー開くと言い出してな。ディーゼルが？今から客車を置くついでに、招待状が入った貨車をトーマスたちに渡しといてくれ。そこの側線に置いとくから。わかったよ。じゃ、俺はこれで。ディーゼルのやつ、何を考えているんだか。ディーゼルがクリスマスの招待状？は、あいつ冬の寒さで頭がおかしくなっちまったんじゃないか？で、トーマスとパーシーは行くのか？まさか、クリスマスケーキを食べにどうしてわざわざディーゼル操車場まで行かなきゃいけないんだ？意地悪一筋で生きるディーゼル機関車ディーゼル、それ以外のディーゼルになんか興味ないね。ヘドが出る。というか、機関車はケーキなんて食べれないぞ。マジレス言ってて草。とにかく僕らは行かないよ。今は心を鬼にしておかなくちゃ。でも返事だけは書いておこうよ。ま、俺には関係ないし。放っておくか。
さあ、急行列車の出発だ。結構時間経ったとはいえ、まだ来てないってどういうことだ。この汽笛は。やあディーゼル、君に電報を届けに来たよ。おう、わざわざありがとな。パーシーは参加しないのか？ごめん、これから臨時の仕事があるんだ。残念だけど参加できない。そうか、仕事頑張れよ。ありがとう、じゃあ僕はこれで失礼するよ。郵便貨車は後日返してね。どれどれ、見てみるか。メリークリスマス。こんな言葉は無用だ。君と僕との間に交わされる言葉はこれだけだよ。まだだ、メイビスにも送った、あいつなら。残念、行けるメイビス。ハリーとバートのせいで来れねえんだ、メイビス。どうせ石切り場で俺のことをこき下ろしているに違いない。だからメイビスは遠慮して来れないんだ。結局誰も来なかったというわけか。誰も来なかった？それは当たり前だ。クリスマスは人間同士でやるものだ。君がこれだけ準備して待っていた。しかし誰も来なかった。なぜ誰も来ないのか。それはみんなが君を意地悪ディーゼルだと知っているからだ。ディーゼルはクリスマスなんてやらん。そんなにクリスマスパーティーやりたいのなら一人でやればいいじゃないか。ふざけんじゃねえ。俺はみんなと同じ機関車なんだ。うわー。